シリンダー。シリンダーとは、英語で、円筒を意味する単語である。シリンダーと呼称されるものにはいくつかの種類があるが、本校では主に、レシプロエンジンの構成部品の一つについて記述する。円筒の意味から転じて、機体や液体などの流体を内部に収める筒状の部品を指す。流体を移動、あるいは流体によって作用されるためにピストンを体に持つことが多い。 シリンダーと呼ばれるものには以下のものがある。初期のエンジンにおけるシリンダーはエンジンにおいて最大の部品だった。ピストンがもたらす摩擦をいかに軽減するかについて様々な実験が行われた。蒸気エンジンでは発生する水分が減場剤として作用するため、潤滑機構はないかあっても簡単なものであった。外燃機関のシリンダーは 燃焼室がないため対照的な構造を持つ。作動流体の熱エネルギーを膨張によって運動エネルギーに変換し、ピストンに伝達する。シリンダー内側は滑らかな場合が多く、ピストンにはガスケットが取り付けられ二つの部屋を分離密閉している。ピストンの運動は直線の往復運動の形で取り出され、外部のクランクによって回転エネルギーに変換している。 シリンダーは付属するスライドバルブによって吸気排気が切り替えられ1往復で2回運動エネルギーを取り出すことができる。主に蒸気機関に用いられたスターリングエンジンのようにシリンダーが熱交換器として作用するものもある。内燃機関のシリンダーは外燃機関の機能を踏襲しており基本的な構造や役目は外燃機関と似ているがより複雑になった。一旦は ピストンシリンダーヘッドと共に燃焼室を形成し、その密閉された溶石により燃料と空気、混合技を圧縮する。圧縮された混合技は添加され爆発燃焼する。燃焼して生じた燃焼ガスが持つ熱エネルギーによる膨張をピストンで受け運動エネルギーに変換する。燃焼室の反対側ではピストンの運動をコネクティングロッド コンロットクランクシャフトにより回転エネルギーとして取り出すための開口部となる。水冷エンジンにおいては外壁、または二重構造による中空部でウォーダージャケットを形成して冷却を行う。ミストローク機関ではシリンダーに開けられた穴、インテークポートとエキゾーストポートにより早期が行われる。シリンダー内側はホーニング加工されており、クランク側から供給される。 潤滑油を保持し、ピストンが滑らかに動く、要潤滑する。ピストンには、複数のピストンリングが取り付けられ、機密を保ち、シリンダー壁面の油膜を最適に保つ。ピストンと共に、エンジンの中枢部を構成する。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのシリンダーはかつては、単体の部品で、中鉄製の筒が一般的であった。 特に空冷エンジンにおいてはシリンダーに複雑なデザインの空冷フィンを形成する係り上フィンの製造のしやすさと何らかの理由によりフィンが欠けた場合に容易に新品に取り替えることができるようにクランクケースとシリンダーが分離された構造のものが主流であったこの構造は現在でもオートバイのエンジンにおいては主流であり続けている一方自動車においては 現在の主力は、中道部の大麻盲製の観点から、シリンダーライナーを導入し、シリンダージャケットに圧入もしくは鋳造時に移込んで、用い、シリンダーをクランクケースと共に一体鋳造とした、シリンダーブロック方式が普及しつつある。この構造は、シリンダー部単体での交換の必要性が薄い、水冷エンジンの普及と共に発達し、 シリンダーとクランクケースが一体化されることで、エンジン全体の強度が増し、一部の用途、下位置などのモータースポーツにおいては、シリンダーブロック自体を、シャーシの構造材の一部としていることもできるようになった。ライナーを導入しない方式は、ライナーレスエンジンと呼ばれるが、シリンダー内壁にニッケルシリコン合金、肉いじる、 ニカシロアニカジル、商標に代表される金属酸化物添加合金をメッキ、容赦するもので、1967年 n s u ーロ、8 0に使用され、ポルシェが1970年にレースカー、ポルシェ917に採用したのを、はじめ、主にハイエンド仕様や、レース仕様の車や、小型車、バイクを中心に普及した。ライナーレス仕様は、軽量で放熱性に優れ、 ピストンリングと親和性が高いのが特徴。またピストンもシリンダーも同じアルミニウム合金で作ることができるため、熱膨張してもクリアランスが保たれエンジン出力の向上に寄与する。容赦部分の耐久性は中鉄と同等以上であり、表面に施されたホーニング加工をエンジン寿命の周期まで保ち続ける。一方量産性と容赦加工時のスループットが長いことから、 加工コストが高くなる。部品点数の削減と合成の向上を図るため、クランクアッパーケースとシリンダーブロックを一体、鋳造したエンジンもあり、3ピースエンジンなどと呼ばれる。ヤマハ発動機は、ライガーレス方式を発展させ、シリンダーブロック全体をアルミニウムシリコン合金で作り、メッキさえも不要としたダイアシル、ダイアジルシリンダーを開発した。この方式によれば、 メッキ方式に見られるスルーブットの問題は改善されるが、高度が高く鋳造後の加工が困難となるのが欠点である。船舶用エンジンは、シリンダーピストンが巨大であり、大量の空気を充填し、極めて長くて太いシリンダーで、効率的に大きな出力を獲得できるよう、工夫してある。エンジンは普通、気筒、シリンダーの数で、シリンダー一つが、 単気筒以降二気筒三気筒と分類されさらに二気筒以上のエンジンでは配置シリンダーバンク次第で直列 V 型 W 型星型水平対向などと分類される一般的に同じ配置方法であればシリンダー数が少ないほど部品点数が少なくなってメンテナンスが簡単になるメリットがあるが一次振動や二次振動などを シリンダーの工夫で抑え込みに、また一つのシリンダーをあまり大きくすると強度や燃焼効率などに影響が出るため、大型化にも限度があり、すなわち高出力エンジンを作ることが難しくなる。逆に、シリンダー数が多くなるとエンジンの回転が滑らかになり、シリンダー一つあたりの容量が同じでも、シリンダー数が増えることで排気量が大きくなり、 高出力なエンジンを作ることができる。反面、部品点数が多くなって、エンジン内部の摩擦、イコール損失が増え、メンテナンスも手間がかかるようになる。また同じ排気量でもシリンダー数が多くなると、シリンダー内部の表面積も増えるた、燃焼熱が逃げやすくなる。シリンダー数は、一般的に、エンジンのタイプ、ガソリンエンジンなのか、ディーゼルエンジンなのか、 二ストロークなのか四ストロークなのかエンジンが搭載されるもの、船舶なのか航空機なの発電機なのかなど、排気量、求められる出力などによって決まる。小型発電機であれば単気筒や二気筒、バイクは単気筒から、自動車は昔の軽自動車、360cc 時代は二気筒、現在の軽自動車は三気筒が主流で、乗用車が二気筒から八気筒が主流、高級車や スーパーカーでは12気筒もあり、その他10気筒や16気筒など、航空機は2気筒から星型の十数気筒まで様々ある。水道部品では、身近な利用例に水洗便器用洗浄便であるフラッシュバルブのピストンバルブがある。フラッシュバルブ式の水洗便所では、水を流すたびにピストンバルブが高圧で往復運動して便器に供給する水流の出力を制御する。 フラッシュバルブの作動原理は、押し棒レバー等の軌道弁を操作すると、内蔵されているピストンバルブのリリーフバルブの逃がし弁が開き、ピストンバルブ上部の圧力室部に溜まった高水圧の水が抜けるので、吸水圧力でピストンバルブが上昇し、塗水、便器への給水が始まり、同時にピストンバルブのストレーナー、フィルターから小穴を経て、圧力室に水が徐々に入り、 やがて圧力室の水圧が高くなると、ピストンバルブが加工し始めて、ついに自動的に水が止まる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。